フィット 1300cc ガソリン車って所詮こんなもん。先日マイカーのグレイスハイブリッドがタクシーによる無謀な追突事故により大破。代車としてホンダさんから貸していただきました。10日間で約500キロの使用させていただきました。特に悪い点がありませんでしたが、気づいた点を書いてみたいと思います。エクステリア、平成27年11月に新車登録をした車でした。エクステリアに関しては皆様すでに見慣れているので、あえてコメントはいたしません。見た目のまんまの通りです。個人的にははっきり言って嫌いな方です。色はホワイトでした。インテリア、グレイスとほぼ同じでした。メーター部分の青色がなく、またガソリン車であったためインディケーターがかなり異なりました。はっきり言って使いづらいです。燃費計、距離計等がありませんでした。タコメーターはありました。エンジン性能、 1300C クラスとしては可のなく不可もなく、100馬力程度ではこんなもんでしょう。ただしアクセルにダイレクトにエンジンがつながっており、運転はしやすいという印象です。加速性能はさすがに1100キロで100馬力いまいちでした。とにかく追い越しに苦労しました。走行性能、普通に走り普通に曲がる車としては最低限の性能を持った車だと思います。ブレーキに関してはかなり初期状態から効くと思います。これには少し慣れが必要でしょう。乗り心地、グレイスから見ると格段と悪い印象しかありませんでした。路面の凹凸をダイレクトに拾いまくり、決して良い乗り心地とは言えないと思います。本日グレイスに乗り換えてみて、改めてグレイスの素晴らしさを感じました。価格で30万円程度でこれほど乗り心地が違うのか、改めてグレイスを購入してよかったと思います。燃費、カタログ燃費がリッター20キロですが、街中走行では約12キロでした。グレイスが約20キロであることを考えると、もし自分がこの車の購入を考えると躊躇してしまうでしょう。とにかく燃費は信じられないほど悪いです。価格、コストパフォーマンス的には良いとは言えません。私であれば30万円ほど高いですが、グレイスをぜひおすすめしたいと思います。グレイスがどうしても嫌だという方は 1500cc のハイブリッドフィットをおすすめいたします。総評、初めてフィットを乗ってみて思いましたが、特別何か悪い車とは思いませんが、それ以上の何も感じませんでした。30万円ほどお高いのですが、グレイスハイブリッドの乗り心地を考えると、フィットの選択は今後もないと思います。